こんにちは、チキンパラダイスハワイの葵です。今日は空は青くてバナナの葉っぱ緑で、なんと実は黄色くなりました。朝ごはんじゃないよね、昼です。昼ごはんです。何ですか？マフィンです。安くなっていまして、このでっかいのが4つパックで269円ほどになっておりました。それは買いでしょう。どうも、チキンパラダイスハワイの葵です。寝起きです。平和的にいいリクライニングチェアをいただいたので、そちらに座ってゆうゆうと昼寝をしていて、今日は猫も別になんかお腹の上にドカッて乗ってこないし、あーいい昼寝ができそうだなって思ったら、プラーンってしてた腕の先っちょの指をアリにもろに噛まれました。ヒアリ嫌いやねん。で、気を取り直してこちらのセール品の255円のサラダをガチョウのフィフィちゃんにあげていきたいと思います。スタンバっております。フィフィガガガじゃないよ、もうおっさんみたいじゃん。はいはい、ちょっとこの袋の上に乗せようか。おいで。はいはいはい、それどうぞ。でもちろんメンドリも来ますね。怖いもの知らずのおばあさまメンドリたち。やられるんだ。こんなメンドリの5倍もあるのにやられるんだ。まあいいや。では楽しくフィフィがサラダを食べる ASMR をどうぞ。やっぱり昔から一緒にいる子さんのメンドリたちは何も怖がらずにずかずか向かっていきますね。ずかずかどかどか。フランキー上に乗っちゃダメ。せっかく綺麗なものの上に置いたのに。
ボタン。どっか行っちゃった。この中火なさんは実は、イースターエヴァーさんの中火なさんです。この2つと、それからこのちょっと大きい子、これは、お店でひよこの状態で買ってきました。一応卵を、まあ、売ってるんですけど、卵産みって言われる種類のやつはね、一番最初にお店で購入した子たちだけだったので、それがまあだんだんお年がいてもう5歳6歳となって卵減ってきちゃったんでね、ちょっとまあ一応販売するのにイースターエガーの青い卵とか緑の卵人気なんで3羽追加でファームの仲間になってもらいました。来た来た、ここにいるチャールズとかと一緒にいます。早く大きくなって。こっちが大人のイースターエガーですね。まあ、この子たちもたまに産むんですけど、本当にポチポチで、でもあまりね大きくなってっていうか、年がいて卵を産むといろいろトラブルのもとなので、もうゆっくりしてもらった方がいいなって思ってますね。シナモンもねイースターエガーなんだよね。でもシナモンってなんかいつもハゲハゲなんだけど、今特に羽の抜ける時期なのでかなりハゲちゃってます。でも元気なんだよね。イースターエガーちゃん、この2つのメンドリはまだ名前がありません。なんか似てるんだよねすごく。でもこれはココちゃんです。インディーのお友達、兄弟ね。そしてこの子、この子オンドリ疑惑が。だってほらこの子と同じ年なのにやたら大きいでしょ。オンドリ疑惑があるんですが、でも形はメンドリなので、何か大きくなる鶏と掛け合わせたのかな。イースターエガーっていうのは、アローカナと何かがかかってるんだっけ。アローカナに何か別の種類の鶏を掛け合わせたのをイースターエガーと呼んでいます。なので、何がかかったか、何ミックスかによって形とか色とかサイズがバラバラです。さらには産む卵の色もバラバラです。だからイースターエガーって、イースターエッグみたいにいろんな色の卵が出るのでそう言います。そしてこの2つは同じ年です。同じ日にちに孵化したひよこたちですが、サイズがあんまりにも違います。ほらこんなに違う。だからこの大きい方はてっきりオンドリかと思って、足も大きいし、でもね特徴的には首の羽は丸いし、あとトサカも別に出てないし、形的にメンドリの形かなってね。だからあの大きな種類のニワトリと掛け合わせたみたいな。綺麗ですね、とっても綺麗な模様。頭が黒くてすごいかっこいい。卵を産むかしら、何色を産むかしら。でオンドリだったらどうしよう。一応この子はビッキーっていう名前がついてます。ビッキーちゃん、ちょっとねでもね体が大きいせいか結構意地悪な性格なんだよね。大人、本当野生の大人のメンドリと変わらないぐらい大きい。本当ね、
本当に大きい。ソナグレイもそのインスタンエガーっていう種類ですごく大きいオンドリですけど、この子メンドリなのにめちゃくちゃ大きい。どんなになるか楽しみですね。ビッキーさんでかいですよ。ほら、お向かいにいるのがサラリーマンで、こちらがかわりちゃん。そう、で真ん中は大きめの野生のメンドリ。そうだね、逃げたし野生のメンドリよりはもう大きいね。大きめの野生のメンドリと同じぐらいある。そうね。へえ、タマムシ白髪